いどうも、ルーゲーム TV へようこそ。ルーでございます。本日もセイントセイヤレジェンドオブジャスティスやっていきたいと思います。はい、皆さん来ましたね。何があって？そうです、復刻ガチャです。オロスはいなかったけどね、概ね予想通りと。で、今回オロスがいないってことは、次ね、この次の週シュンが、来るかなって思ってたんですけど、シュンもないんじゃないかなっていう風になりましたね。次週は今日が一期ってことだと思います。一期に関してはね、正直かわいそうですよ。みんな一期を引きたかった人は、たった2週間でね、一期を突つ進めなきゃいけなかったってことで、かなりきつかったと思います。だからね、マジで貫突一期を使ってる人ね、マジで尊敬します。使わせてもらったりとかもね、したことあるんでね、セイントセイヤ愛をね、すごく感じます。いろいろ言われてた中ね、これね、もうほんと迷うことないっすよね。イテザ、セイヤ、全突破で。なんか僕の動画でも、メモリーをね、もう10万以上貯めてますとか、矢が400本以上ありますとかっていう人とか、いたりしたんですよ。で、どこまで貯めたらいいのか、多分もうみんなの中でもわかんなくなっていると思うんですけど、ここ以外ないですね。僕が予想してる流れ、一応僕、外してないですね、一回も。こちらになりますが、13日っていうことでね。で、ここがないってことですよね、要は。で、こうなると。8頭。次、矢を使うであろうは、おそらく8頭だと思うんで、もう正直言って貯めとく意味はないかなっていう。で、オルフェを引くか引かないかっていうのも、ここはね、正直言うと強いんですよ。以前動画で使った動画とか、生配信とかでもね、見てもらったりしたことあるんですけど、ここにいる方ほとんど知らないかもしれないですけど、正直言って、水セイントの中では、かなり優秀な部類に入ると思います。僕はね、アフロと一緒に使いたいなって、ミオベも含めてね。下手するとデスマスクより使えるんじゃないかなっていう。これはね、言い過ぎかもしれない。個人的にはすごい気になるセイントですね。だから当然取ります。だけど、一般的には、そこまで、取らなくてもいいかなっていう。こっちにメモリを使うんだったら、こっちにメモリ使った方がいいよっていう。僕はそんな感じです。なぜかっていうと、ここにいるセイントたちは、やっぱ光闇っていうこともあって、長い間腐らないですよね。セイヤみたいに、特殊じゃないですか。セイヤ、金属性でありますが、他のブロンズセイントを合わせて5人になると光属性になるじゃないですか。要はこいつは光属性ってことなんですよ。っていうところで、セイヤは突出してんのかなっていう感じがしますね。ただ、このセイヤが、殺される時期もやっぱ来るんで、ここです。ヒュプノスです。ヒュプノスはね、開幕5秒無敵なんで、無敵というか、開幕5秒相手に何もさせないっていうスキルを持ってるんで、そうなると、聖夜の強みがなくなりますね。そうなった時に、どうなるか。耐久パンの時代幕開けじゃっていうことなんですけど、今も耐久パンの時代なんですけど、聖夜だけが特別強いっていうのがあってね。そういうところがありますね。っていうことで、少なくともね、まだあと4ヶ月以上はね、聖夜の時代は続くんで。言うても、そのヒプノスが出たから全て終わるってわけでもないですけどね。PVP の話なんでね、これは。ヒプノスを使うところっていうのは、多分冒険でサジタリアス聖夜が出たところに、出た時にヒプノスを使って対応するみたいな。そんな感じだと思うんでね。ポセイドンとかもそうかな。相手にゴールドブロンズセインとかね、出てきた時に、いかに神を使って、しのぐかっていう。そういう戦いになってくると思うんで。僕はね、今回、ポセイドンを取った人は、長い目で見るとね、勝ち組になってくると、僕は思ってるんで。というわけでね、明日から1週間、復刻が来るということで、はい、皆さん、全通、準備、お願いします、というところですね。で、今日はね、ちゃんと星座の話をしようかな、と思ってます。多分ね、知ってる人もね、多いとは思うんですけど、勘違いしてる部分もあったり、こうしとくと良かったっていう経験談をね、元に、やっていきたいなと思います。で、まずこれ開いた時って、みんながね、最初、ガチャ1回、チュートリアルで引かされて、ここ開かされて、アンロックみたいになるじゃないですか。で、これで初めて星座装着できるんですね。だから、例えば、これはシーホースだね。で、シーホースバイアンが星11になりましたと。でも、すぐ星座装備できないんですよ。ここをアンロックしないといけない。これちょっと一個手間なんですけどね。慣れてくるとね、忘れがちなんですよね。そういうところに、気をつけると。赤以上の、これ生命点なんですけど、赤は。生命点っていう特殊なやつなんですね。これは専用の星座なんですね。一個一個誰のものっていう風に決まってるんですよ。っていうのもあって売れない仕様になってます。で、さらに言うと、これまだ僕できないんで、この融合っていうのができるんですよね。で、これをすると、例えばこれ、今あるんで、これが例えば入れられるとするじゃないですか。そうするとこれ、見てください。神の生命点が攻撃力 0.6% さらに上がるという感じで、生命点がね、3回かな。3段階まで強化できるようになってます。だから、装備できない生命点がね、揃って、装備できなくなった時の話にはなるんだけど、
まあ一応ね、こういうこともできるよと。はい、いうことですね。だから赤が出たら装備できるできないとか関係なく全部当たりです。装備できるっちゃできるんだけど、これにどれかに当てはまれば効果を発動するんで、まあ、基本的には装備しないよなっていう感じですね。まあでも装備してもいいんですよ。別に。例えば、そうするとヒットポイントが上がりますよ、みたいな。だけど、ヒットポイントしか上がんないんで、これも耐性値、クリティカル率か、非クリティカル率かな、とかっていう感じになるんで、それを良いと思うんだったらつけてもいいと思うんですけどね。っていうことです。じゃあ、まず、ガチャ引いてみますか。これね、ちょっとね、メーターがね、おかしいんですよ。これ100って書いてあるんですけど、ここは100ってことじゃなくて、100回目 ?100 連引いた時にランダム静粛出ますよと。で、300回引くと確定選択静粛が出ますよっていう感じなんですね。だからこれ、こういう数字欲しいんだけど、これがここに来たらランダムが出るってわけじゃなくて、最初の100連で出ます。だからここら辺ぐらいで出るんじゃないかな。じゃあちょっと一回だけ引けるんで。よいしょ。金以上確定なんですけどね。青は自動消滅に入れといていいと思います。で、これ紫とか金とかも、この自動消滅の欄あるじゃないですか。最初、紫とか金とか入れないように気をつけてください。で、青は、金貨に変わります。で、紫は、まあ、僕いらないんで、僕はいらないんで消滅させちゃうんですけど、紫と金は念力に変わります。この、星座ガチャに関しては、もうほんとね、一回でも多く、たくさん引く。そして、普通の星座で能力を上げるのも大事なんだけど、とにかく、静粛を手に入れるゲームなんで、まあ、これがすごい大事です。で、僕が今、消滅させてるのって、もちろんね、ある程度の必要数は、整えてからやってます。まあ、それはね、ちょっと注意してください。まあ、大体、元凶のメインメンバー5体分ぐらいずつ、揃えば、いらない余ってるやつ、紫とか、まあ、金に関しては、まあ、慎重になった方がいいと思いますけど、紫とかは、ま、売っちゃっていいと思います。消滅させちゃっていいと思います。続いて、まあ、装着なんですけど、これ、あるじゃないですか。風スピードとか。で、これ、はまってるものを装備することで、能力が大きく向上する仕組みになってるわけですよ。まあ、生命点手に入れれば一番いいんだけど、これの、まあ、特に金とか、金に言えることなんだけど、属性を揃えるっていうのが大事なんだけど、この、そもそもこの能力、何が上がるのかっていうところに注目してもらって、どれを上げたいか。例えば、これ風技なかったとするじゃないですか。で、その時に、風の属性当て込めば、防御力が 8.5% 上がります。技を当て込めば攻撃速度が上がるんですよ。どっちかしかない場合は、どっちの能力を上げるかっていうので選んでやった方がいいです。で実際、防御強化とか、そういう実数、戦力に関係してるやつを上げれば、戦力値がね、上げられます。戦力不足でちょっと悩んでて、それが星座で盛れば、持ったらいけましたみたいな。まあそういうパターンもね、あったので、なので、そこら辺はね、ちょっとめんどくさいかもしれないけど、これはね、マジでね、最初一回はめれば、はめるまでは、まあ正直言ってレベルを上げたり、突するのと同じくらい効果得られます。これ、割合高いですからね、みんな。最初わかんないかもしれないけど、能力上がれば上がるほど倍率が上がってくから、すごく強くなっていきます。ちょっと語彙力が足らない表現の仕方でしたが。こう一個。オートでつけると、例えばこうやって生命点だけど、本人のじゃないやつ。ここ三つとも合ってるんだけど、本人じゃないやつとかあるんですよ。それは何かっていうと、例えば、アクエリカミュとアクエリ氷河。実は一緒なんですよ、これが。だけど、これ、今これね。よいしょ。どれだ？これだ。これね。ピカピカしないでしょ？これね、氷河の生命点ではないっていうことなんですね。で、これが自動的に装備されちゃうんですよね。やっぱり能力が高いやつを選んで勝手に装備させるのが一括なんで。で、これをね、気をつけないと、その能力値のね、上がり方がちょっとしょぼくなったりとかするんで、なんか生命点が勝手に違うのに変わったっていうのもあるんでね。今おかしかったよね。これ金にならなかった今。なったよね。あ、場所変えたのか。どういう意味だこれ。これはね、ちょっと未だに謎があるんですよね。台湾版では、静粛
と同じ効果を得られるっていう、横一列並べるとみたいな。これもしかしてそういうこと？このライン並べると静粛一個手に入れたと同じになるってことかな。もしかしてそういうこと？だから今変わった。てかカメのどこ行った？ちょっとね、僕もねまだ知らないことはある、たくさんあるんでね。これ貫突ですけどね。まあこれなんか変更されたなっていう感じっすね。オートでやっちゃうと先にね、このセイントに合ってるか合ってないかっていうより、この1個でも、あれこれはまってないじゃん。これ1個でも能力はまってるか、もしくは今みたいに効果があるやつがないから、その適当にポーンと置かれたりとかするっていう感じですね。金以上がね、手になかなか入らないんで、僕何連ぐらいしてんのかな今。静粛持ってんのが、カミュ、ヒョウガ、ムー、アルフロディーテ、ジャミアン、ランダムが1個だから、6個か。だから、3周かな ?3 周したところですかね。で、多分今4周目だね。まだ100来てないのかもしれない。なので、それで、今、このメンバー、このぐらいのメンバー、静粛つけられてるんで、多分ね、そのぐらいまで行けば、まあ今のやり方、全然できると思うし、やっていいと思います。はい。ただね、金以上、まあ先ほども言いましたけど、まあそこは計画的にね、やってください。何度も言いますが、一回でも多く引いた方が、静粛が手に入るんで、で、ランダムは、正直言って、僕の会長みたいに、その、シルバーセイントしか出ないって、泣きをね、見ることもね、たくさんあります。正直言って。僕みたいにアフロとムーが出たみたいな、誰かの運を吸い取ってんじゃねえかみたいな、そういうことっていうのは、なかなか起きないので、選択の方をね、狙っていかないといけないから、基本的には。で、多分他の配信者さんとかでも、その僕と同じ静粛を持ってる人って多分あんまいないと思うんですよ。うん。多分同じぐらいの数しか持ってないと思うんで、みんな。で、考えると、その使ってる人が、使ってるのはそれぞれ違うと思うんですが、まあ、そこら辺ね、もし、時間があったら見比べてもらって、で、静粛でどれぐらいセイントが強くなってるのかっていうのが、まあ、わかると思うんですよね。なので、それを見た上で、どの静粛を取るかっていうのは、まあ、決めた方がいいと思うんですけどね。うん。まあ、現状だったら、まあ、まあ僕みたいにね、偏った、その、凍結パーっていう、まあ、マスを攻めてないやつ、雑に入れて戦えるわけじゃなくて、これ準備してシナジー生まないと強くないんで、ただシナジー生むとめちゃめちゃ強いんですけど、でも、それもあんまり気にしないで、雑に入れて使えるっていうのが、まあ、聖夜旬だったりするんで、まあ、正直言って、聖夜に静粛持っていくのが、一番今は、ベストかなっていうふうに思いますね。うん。僕は今選択を1個残しているのは、まあ、ポセイドンを解放したいなっていうふうに思ってるからですね。一番やりたいのは氷河の静粛2なんですけどね。氷河の静粛2やると開幕でコスモが半分ぐらい溜まってるんで、まあ、そうなるとね、僕の編成はね、もっと敵がいなくなりますね。っていうふうにね、静粛はね、かなり重要なんですよ。こうやって、その、頭の中で、こうなったらこうなるだろうっていうのをこう巡らせながら、まあどれを準備していくかっていうのが大事なんで、これも正直言って全部の分はね、説明できないし解説できない。もう一体分ずつ話しても、あれとこれとシナジーがあるみたいな話になったら、それね、使ってる人にしかわからない部分っていうのが出てくるから、だからそこら辺に関してはね、あまり気軽には話せないんですけど、ただこの静粛は、その強いよとかっていう話は、まああると思います。はい。まあ、ほんと単体でなんとかなるセイントなんて、もういないんでね、めったに。まあ、聖夜ぐらいですかね。まあ、やっぱ主人公ってことなんだと、主人公だなって思うんですけど、っていうとこですかね。まあ、星座。まあ、わかんないこととかあったらね、まあ、ぜひ聞いてください。はい。これでね、まあ、完璧に説明できたかっていうと、まあ、僕もね、ちょっと、僕が完璧かどうかって言われると、ちょっと、それも不安ではありますが、はい。まあ、ね、聞かれたことに答えるのは全然できますんで、はい。まあ、みんながどういうことで困ってるかっていうのを、まあ、探しながら、ちょっとお伝えしていきたいっていうのが、僕の中でありますんでね。はい。というわけでね、ご視聴いただき誠にありがとうございます。最後にチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。